Sides of my feet. See that? That's what I want. My body stays at this speed and you're gonna go right hand pound forward back. Alright, you're working on being able to... こんにちは、イーフープスです。ある程度スムーズにドリブルをつくことができるのに、ワンオンワンや試合になるといまいちディフェンスを揺さぶることができない。ディフェンスを反応させて逆方向へ切り返すということができずに、ディフェンスに仕掛けるタイミングや方向を合わせられてうまく守られてしまうという方は珍しくありません。そういった方は非常に大切なことである体重移動ができていない場合があります。 NBA スキルコーチの DJ サックマンがドリルを紹介しているので見てみましょう。Size of my feet. See that? That's what I want. My body stays at this speed, and you're gonna go right hand pound forward back. All right, you're working on being able to shift your weight. Tough. So one, two, three, four. One, two, three, four. One, one, two. Hit, hit, nice. Good job. ディフェンスがなぜ揺さぶられるのか。それはディフェンスが相手が右に仕掛けてくる、左へ仕掛けてくると感じ、このままでは危険だ、コースを塞がないといけないと思うからです。逆に言えばディフェンスは右に仕掛けてくる、左へ仕掛けてくると感じなければコースを塞ぐ必要はないので動く必要もありません。つまり揺さぶられないということです。ではどうすればディフェンスに仕掛けてくると感じさせることができるのか。それこそが体重移動が伴っているドリブルです。体の重心が動かず、ただボールだけが動いているのでは、ドライブを仕掛けてくると、ディフェンスに感じさせることはできません。ボールとともに体も一緒に動いている。体重移動をし、体の重心も動くからこそ、動き出してくる、仕掛けてくると、ディフェンスに感じさせることができます。このようにディフェンスを揺さぶれるドリブルができる人は、ただボールだけが移動するドリブルではなく、体重移動を伴ったドリブルを身につけていることがわかるかと思います。いまいちドリブルでディフェンスを揺さぶれない人は、しっかりと体重移動ができているかを確認し、もしできていない場合は、DJ サックマンが紹介しているドリルに取り組んでみてください。ご視聴誠にありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。